ジュン君おいで。おいで。おいで、おいで、おいで。ジュン君。そうか、今日は。曇りで日が差してないから、ここでゴロンゴロンしないなね。うん、ポンちゃん。追加でおもちゃが来ました、前回、いただいた方がですね入れ忘れちゃったということで、このおもちゃどんなものか今やってみます。どうぞ。はい、光ります。やっほーやっほーやっほー。これ人間は喜ぶけど果たして、ジャン君。ジャン君。はい、ジャン君。見て、ほら。どうですか。光ってる光ってる。光。猫にとってどんなものなんでしょうか。ちょっと戸惑っています。え、何、どういうことどういうことってなってますが、暗いたいのかな。暗くても見えるからね、この人たちはね。そっか。でもあの、なんだっけ、ネズミさんが映るさ、電気のやつあるじゃん、うん、あれは、まあね、好きな子は好きっていう感じかもしれないね。ジャン君とポンちゃんはね、あれちょっと遊んでくれないんだけど、あれにすごい反応する子たちはすごくするのかも。ジャン君、ジャン君どうすか。まあ普通にボールとして楽しんでもらえれば、うん、ボールとしてあれだね、シオン君とかがすごい喜んだかもしれないね、うん、そうだね。ボール好き、アッツちゃんとシオン君がボール好きなんだよね。はいはい、じゃあこれを置いときましょう。ジャン君が卵を産んだみたいに、こうやって卵を産んだの、ジャン君。ふり、うん、かわいい、ジャン君。およおよ、あ、遊んだ。ちょうどね、これの影になってる。はい、そのうちね。
ワンちゃん、水色は抱えちゃったの？頑張れ。かわいい、ワンちゃん。おしまい？水色は今ね、ポンちゃんのお腹の上にある。ねえ、上手、ポンちゃん。ポンちゃんが。ポンちゃん、凛々しいね、ポンちゃん。綺麗だね、ポンちゃん。かわいい。そして、ジャン君。ということでですね、王道用なものがまた送られてきました。下からズーン。これです、タッチペンっていうんですか、iPad の、お下がりをくれた方がですね、あ、これ付け忘れたということで送ってきてくれました。ありがとうございます。これに合わせてなんだかちょっと面白いものがいくつか入ってましたのでご紹介します。これは髪を留めるの、でしょうきっとね。鏡見ながらブラシはできないね。あ、ここや。あ、取れるのか。え、取れない。ひょっとして取れたり。ブラシした後に見ればいいの？押してくださいってこと。ああ、はい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 。要するにブラシになるんだ、うん、へえ、面白いね。ね、初めて見た、うん、で、きっとこれを押し込んで、押し込んで、これも背中にこうやって押せばいいんだ。こうやって、こうやって押せばいい、うん、で、はいはいはい、持ち運びできるよってことだね。なるほど。これは部屋の顔洗う時とかに使えるよってやつだね。ありがとう。そしてこれちょっとこれは面白、面白ストラップなの、近すぎた、キーホルダーね、お菓子ギャラリーだって、うなぎパイって書いてある、うなぎパイ、面白いね。うなぎパイとダヤンの、あ、はいはい、猫ちゃんのやつ、うん、あとダイアンちゃんのかなり安全のお守りもついてる、ね、うん、いただきます。はい、どうもありがとうございます。これに関してはこれで絵が描けたり、あと仕事に役立つ、仕事が iPad でできるようになったらものすごいいいぞ、電車移動の間に一仕事終えられるなということでした。どうもありがとうございます。来た、はい、次はパンちゃんです。
ふんちゃん、ジャン君に気使ってる？めったにじゃれないジャン君が遊んでるから譲ってるんですか？ちゃんの優しさなの。はい、ポンちゃん。いい子だね、ポンちゃんはね。Mm-hmm.